こんちゃーす。今回はサクサクセスで遊んでいきます。本当に簡単、10分もかかんないで普通にサクセスやるより強力な選手ができます。まああのサクセスも普通のサクセスで理論がしっかりと確立されてきたら当然サクセスの方がいいの作れるんだろうけど、こっちは何度も何度も挑戦してどんどん失敗してで10回に5回に1回くらい成功できればいいかなくらいの感じでやっていけるのがサクサクセスなので、かなり楽に強い選手が作れると、とにかく強い選手が楽に作れるっていうのがこのサクサクセスのいいところですね。本当に本当にサクッと終わるんだよね。これステージ1なんですけど 1,2,3,4,5,5 で終わりです。でこうやってパネルの上歩いていくだけなんで、体力がなくならないようにパネルの上を歩いていくだけなんで、まあ、もちろんイベントあるんですけどね、すっごい簡単に強力な選手ができるということなんですよね。まあルートとかもしっかりとあれはしなきゃいけないんだけど、でも本当に何も考えずにやっていけるっていうね、楽さがありますよね。打つ必要もないし投げる必要もないし、本当に楽です。超楽。パネルシャッフルいろいろありますよ。なんかねイベントもあるんですよね。水木ちゃんとか出てきたりね、いろいろあります。毎回ゴールするたんびに体力が10回復するんですね。さあステージ3、あ今回ようやく来ましたね。宝箱ですね。宝箱積極的に開けていきたいとこですね。こういってこういって、いやーこんにちは。ハテナイベントが今んとこいいのばっかなんですよね。運がいいです。悪いイベントもかなりありますよ。神竜カード、これまたいいの引いたな。変化球超人伝、変化球の率が2つ上がるのかな、変化量が2つ上がる。まだ無地パネルが青く、なんかもう今回超絶好調なんだけど、怖いくらい調子いいな。じゃあ先こっち回ろうかな。無地パネルが赤くね、こういうのもあるんですね。まあそれでも悪くない。あー体力減りましたね。これですね、これが結構きついかな。シャッフル、上に行っちゃったか。今ルート組み直してます。ここかな。ちょっとここでもうステージ3行ってるんで、割と体力は消費していく感じで考えてますが、ちょっと消費しすぎてるかなやべえな、下から行きましょうか。じゃあこれでいきます。やべえ、ちょっと消費しすぎた、ミスったあと2ステージあるのにこれはまずいかもしれない。宝箱まで遠いですね。行って帰ってくる体力はないから、もうハテナ踏んでいくしかないのか。積極的にハテナ踏んで、お出ましたね、カレン。カレンは厄介です。ただ神竜カード今回持ってるんで、お来た、超絶回復、これ運いいな。今回やべえな、今回神竜カード持ってるから、もしかしたら悪いイベントも回避できるかもしれないですね。わかんないけど、これは運なんでね。もうゴール向かいたいとこですね。じゃあカレンルートで行くか。本当は選手とねお話ししてからあれしたかったんだけど、あロックオンされましたねまあその前にゴールですね。さあラスト、コントロール A、 スタミナ、まあ今回天才でスタートしたんで、まあそれでもそうじゃなかったとしても、まああでもそれだと低いかもな。 E と C だからな今回は。でも運が良かった方なんだけどね。おまたカレン来ましたね。これ絶対宝箱は取りたいですね。積極力、おお AA になりましたね。素晴らしい。天才のカードっていうのも簡単に手に入るんで、さあ神竜カードの効果発揮なるか。出会えたことね、興奮するあまり怒り役、ちょっと大きめのレディ。あ体力減りましたね。神竜カードであれできなかったみたいですね。
さあ残りライフが5になってしまった。かなりまずいんじゃないかこれ。下行ってダウンして、これハテナでスタミナが3上がる。あと2ですね。ゴールまではいけんのか。かけよっかな。右上のハテナで体力回復イベント、いやそれはないな。これでこの能力でそれはないね。でも変化球7、一つだけしか覚えられなかったのはまずいな。さあ今回は野手作っていきましょう。宝箱があるステージ1で珍しい。あーそうなったか。じゃあこれ取って、これも取って左に行きましょう。これはまあ序盤だからいいかな。取ります。ミート超人伝大きいよこれは。左には行かないでこっちに行きましょうかね。センスと会えたらベストなんだけど、まあしょうがない。綺麗にかわされたな。ステージ1にしては能力値が高いですね。宝箱があったからな。でもやっぱ2はないのか。ハテナ踏みに行こうかな。どうしよう。これは下だな。こっちだな。無地が赤。まあいいや。もうこれゴールでいいわ。せめて上の取ればよかったな。もうこれ運が悪すぎる。上だね。上に進む。やめて。もう無地が青になってくれることを祈る。赤が青か。シャッフル。カレンがついでに来る。そこそうなったか。体力回復。戦士もカレンから逃げてる感じがするけど。いや。鳥。野球偉人伝か。特殊能力系ですね、偉人伝はね。ゴール。やばいな、一回はカレンに吹っ飛ばされそうだな、今回も。ステージ4。現在地はそこか。シャッフルだな、シャッフルだな、しょうがないな。あ、いや、そんなことないぞ。こうして、こうして、無地が青か。総力超人で、微妙。カレンさーん。危ねえ。とりあえずは、耐えたね。一回目は耐えれた。ちょっと弱いな。弱すぎるな。強引に上げていこう。ハテナを踏むしかない。体力回復。シャッフル。ハテナを踏む。ハテナを積極的に。あー、もうないか。山だと一個ある。葵ちゃん。延命措置。延命措置 OK。 いや、はてな、さあ勝負。うんー、ダメか。ステージ4終わってこれか。うんー、弾道がなー。せ、宝箱2つあるよ。両方回収できれば大きいなー。上行き、無地がいろいろ変わる。よし、でシャッフル。宝箱優先かな。またカレンか。偉人伝、超人伝なんだよな、欲しいのは。お、マジで赤が青に。これは OK。 ということは左にがっつり進もうかな。9回復した。マジか。守備力7上げ。パワー超人伝はてな。よし、もう一個宝箱。大きいぞ、これは。あっちか。シャッフル近くにないね。じゃあ、こっちから行くしかないね。はてな。金縛りで会う。はてな。うわ、怖え。流し打ち。体力回復。よし、全回収完了。あー、惜しいな。実違い惜しい。でゴールに向かって完了。ロックオンされたけど多分大丈夫、間に合う。あー、
し、まあ割といい選手できたんじゃないかな。弾道がちょっと残念だけどね。よし、やっとできた。はい、今回はおまけということでサクサクセスやってみました。またやると思います。そのうちね、おまけで入れていきたいと思ってますんで、よろしくお願いします。じゃあ今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。